激戦の続くウクライナ南部のヘルソン州でロシア軍が援軍を送れないでいるという情報が入ってきたよ。相変わらずロシアは苦戦しているみたいだね。ウクライナとの士気の差もあるだろうしな。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍の補給路断絶作戦に苦しむロシアについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ここでヘルソン州という地域について紹介していくんだけど、毎日のようにニュースで聞く名前にもかかわらず、日本人にとっては馴染みの薄い地域だよね。ヘルソンは、ウクライナの南部にあり、黒海に注ぐドニプロ川河口より約 25km 上流岸の港湾都市で、ちなみにドニプロ川はロシア語ではドニエプル川というんだ。ドニエプル川の方が知名度は高いかもしれないな。さてそのドニプロ川右岸のヘルソンだけど、1778年黒海地方を守るロシアの要塞として建設され、黒海におけるロシア最初の軍港ということで、造船所も建設されているよ。1778年といえば日本では江戸時代の安永7年、10代将軍徳川家春の時代で、田沼意次を重用したことで知られている将軍だね。実はこの年に日本とロシアが初めて接触したと言われているな。千島列島のラッコ漁師たちが根室に上陸し、食料を求めたのだが、鎖国政策を取っていた松前藩は拒絶し、大黒や甲田優と共にラクスマンが北海道に現れたのはそれから14年後のことだぜ。この史実を知ると不思議な偶然という気がするね。さて、ヘルソンは1901年明治34年運河の建設によって大型外洋船の出入りも可能になり、1917年のロシア革命後にはドニプロ川の水路が改修され、21世紀の現在も活用されているってわけだね。今回の主題はロシア軍がなぜヘルソン州に援軍を送れないのかについて見ていきたいと思うんだけど、8月30日、ウクライナ軍はロシア軍が占領している南部ヘルソン州の奪還に向けて本格的に動き出したよ。これを機に、ドニプロ川以西に展開しているロシア軍に220回以上の砲撃を行い、T-72 戦車5両をはじめとするロシア軍装備を60以上も破壊したと発表したんだ。このことについては、ロシア国営タス通信も幹部の証言として、ウクライナ軍からの砲撃を7時間から8時間にわたって受けているというヘルソン州のロシア側当局者と言われるものを伝えていて、それだけではなく、ウクライナ軍の反攻が開始されたとも報じたみたい。ロシアの国営メディアも、現状をごまかしきれなくなって事実を伝えざるを得なくなったってことかな。ただし、当のウクライナ側は、ヘルソン州奪還作戦についてロシア軍に情報が漏洩すると相手を有利にする恐れがあるため、戦況や作戦の進捗などに関しては厳しい情報統制を行っているようだね。それに加えて、アメリカ CNN テレビは当局関係者の証言としてアメリカはここ数ヶ月間、ウクライナ軍がヘルソン州を奪還するのに十分な兵器を供与してきたので、ウクライナ軍の奪還作戦が成功する可能性が高いと示唆したと報じたんだって。ウクライナ軍によれば、8月30日までにヘルソン州内のロシア軍が占領していた集落51を奪還し解放したということだけど、その中の33集落では未だに停電が続いているみたい。今や世界一顔が売れていると言っても過言ではないウクライナのゼレンスキー大統領だけど、この日にウクライナ国民にビデオメッセージを届けていて、その中で南部ヘルソン州や東部ハルキウ州、ドネツク州など最前線すべてで激しい戦闘が続いているがウクライナ軍は勇敢にロシア軍を食い止めていると言って、ウクライナ軍兵士への感謝を表明したよ。大統領は続けてクリミア半島からハルキウ州まで、一時的にロシアが占領したウクライナ領土で、ロシア軍にとって安全な場所はただ一つもなく、今後も存在しないウクライナ軍はロシア軍すべての兵站倉庫、司令部、装備をどこにあろうとも破壊すると断言したんだって。さらに激烈な言葉が続き、我がウクライナの国土を侵略しているロシア軍ができることは2つに1つ、逃走か投降であり、その他の選択肢はないと強調しているよ。相当苛烈な言葉だけど、いきなり理不尽に侵略され、国土を蹂躙された立場としては当然といえば当然だよね。ゼレンスキー大統領はクリミア半島に住むウクライナ国民に対しても呼びかけていて、ロシア軍の施設から可能な限り離れるようにとの要請と、ロシア軍の情報を現地に潜入しているウクライナの特殊部隊に報告するようにとの2つの要請をしているよ。この要請が答えられることで、クリミアの解放が早く訪れることになると考えたからだろうな。大統領府顧問のトップであるアレストビッチ氏は、テレグラムに声明を投稿していて、内容は、国内のロシア軍に対する反攻は時間がかかるが、敵をじわじわと痛めつけるだろうということを述べているよ。最終的にはウクライナ国旗が、国内すべての集落に再び掲げられることになるとも述べているね。ヘルソン州では、州内を流れるドニプロ川の3本の橋をウクライナ軍が攻撃していて、使用した兵器は、
アメリカやイギリス、ドイツから供与された高機動ロケット砲ハイマース、M270 などの多連装ロケット砲システムから発射された誘導型ロケット弾で、この攻撃でこれらの橋を大型車両通行不能にさせたため、ロシア軍が窮状に陥ったということだね。というのは、ウクライナ軍の反攻を受けているドニプロ川西岸に展開するロシア部隊に補給が難しい状況になっただけでなく、増援を送りたくても戦車などが渡過できないので、兵員とわずかな物資しか送れないと見られるんだ。十分な兵力がなくて戦えないのはまだしも、兵員たちの物資食料とかもないとなれば話は全く違ってくるよね。戦争で殉死するなら、家族に恩給が支給されるから諦めはつくかもしれないが、食料が尽きて餓死に追い込まれたら、無念の死としか言いようがないからな。太平洋戦争末期の外地の日本軍を連想してしまうよね。輸送のため、大型車両が通行できる浮き橋などをかけたとしても、再びハイマースで攻撃されることは自明の理で、ウクライナ軍はここがロシア軍のウィークポイントと分かっているはずなんだ。ロシア軍が実際に橋家を繋いだ線を作って、人や小型車などを溶かさせていると報道されているんだけど、ウクライナ軍司令部はそういった場所を砲撃していると発言しているから、ドニプロ川西岸地域に展開しているロシア軍部隊への補給は困難な状況に違いないと思われるよ。陸上が使えないなら空からというわけか。ロシア軍がヘルソン近郊の空港などを利用して空挺部隊など8000人を増援として送り込んだと言われているが、彼らは軽装備だから強力な援軍にはならないだろうな。それどころか、ウクライナ軍の反攻を跳ね返す戦力としては役立たずという声だけでなく、戦勝者とウクライナへの投降者を増やすだけだと指摘する声もあるだろうし、この声はプーチン大統領にとっては、屈辱でしかないだろうね。さて、イギリス国防省の8月31日の発表だけど、ウクライナ軍は南部で反撃を継続、複数の地点でロシア軍を押し戻したという分析を述べ、ロシア軍は南部戦線での兵員不足を予備役招集や、東部戦線に展開する部隊を呼んで補おうとしている可能性があると分析しているよ。と言っても、予備役招集にはかなりの時間が必要で、緊急に派遣することもできず、ここ1ヶ月間でかなりの部隊を南部戦線に送り、手薄になっている東部戦線の部隊をさらに南部に回してしまえば、今は姿勢に立っている東部のウクライナ軍も反攻に転じる可能性があるという分析もあるみたい。いずれにしても、ここ数ヶ月間ロシア軍の進撃は停滞しており、これによって戦争の主導権を完全にウクライナに渡してしまったことになり、現状のロシア軍は受け身でウクライナ軍の動きに翻弄されているようにしか見えないな。ロシア軍がさらにウクライナ西部まで兵を進める余力はすでに失っていると見られていて、要するに兵力の差を頼んで、手を広げすぎたと感じられるね。ロシア軍の疲弊と、軍事力の底が見えつつあると思われ、このまま戦争を続けても、どちらにとっても良いことは何もないと思ってしまうのは当事者以外だからこそ言えることかもしれないけど、そう思っちゃうよね。戦争の主導権を握っているとはいえ、ゼレンスキー大統領をはじめウクライナ政府高官は、ヘルソン州での反攻に迅速な勝利を期待してはいけないと警告しているし、今回の攻撃については時間をかけてドニプロ川以西のロシア軍をゆっくりと抑え込み、絶対に追い詰めるべきだとも発信しているぜ。ウクライナ軍は今までのようにハイマースなどを使用してロシア軍の補給路を断ちながら、じわじわとヘルソン市を包囲、大型車のみ通行不能にしたアントニフスキー橋から、ロシア軍を徒歩で撤退に追い込むのが理想という意見が多くなってきているそうで、つまり、ヘルソン市で市街戦になり多数の市民が犠牲になることは避け、ロシア軍が投降するかドニプロ川を溶かして自国へ撤退することを望んでいるということなんだ。一方、戦闘の激化で原子炉崩壊の危機が懸念されているザポリージャ原発だけど、30日に国際原子力機関 IAEA の調査団がウクライナの首都キーウを訪れ、グロッシ事務局長らがゼレンスキー大統領と会談していて、大統領はリスクを排除するには、原発内や周辺の非武装化に加え、ウクライナ側に管理を完全に移すことが必要と主張したと伝えられているよ。また、グロッシ氏は31日にキーウを出発する前記者団の取材に応じ、ザポリージャ原発の調査は数日にわたると見通しを示し我々はこれから戦場に入ることになる。ロシアだけでなくウクライナからも安全に関する明確な保証が必要と強調したみたい。その後ザポリージャに入った IAEA の調査団は9月1日から原発の安全問題について調査を開始し、原子炉などへの損傷の有無、使用済み核燃料など放射性物質の管理状況などについて確認すると見られているんだ。グロッシ事務局長は専門家を現地に常駐させる意向を示していると言われるが、原発が位置するエネルホダル市はロシア軍が占領しているからな。同市では、31日にウクライナ軍、ロシア軍どちらとも不明な砲撃があったと伝えられていて、
原発周辺での砲撃が止まない中で、妨害されることなく調査団が任務を遂行し、世界的に高まる核災害への懸念を緩和できるかどうかに注視されているね。今までに核兵器を使用した戦争は起こっていないけど、危険性は高まるばかりという危惧を覚えるし、ロシアは特に核兵器に頼る部分が大きい国だから、威嚇として発射しかねないという不安もあるんだ。こうなったら核戦争が起こらないように祈るしかなさそうだね。そうだね。広島や長崎を見た日本人としては現実に核戦争は絶対起きてほしくないと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。